皆さん耳澄ましてください。なんか怖い、寒気がしてきましたね。大丈夫ですかね、この中この雰囲気大丈夫でしょうかね。ファンフェスティバルですけど大丈夫でしょうかね。カビくん出てきた、出てきた、出てきた。カビ、なんか怖い音楽で出てきましたけど、カビ、カビ、もういいから早く来て。ゲスト、ゲスト、ゲストですよ。もういいから、いいから早く来てちょうど。もうまだ拗ねてるんですよきっとね。早く来て来て。拗ねてたの？まだ拗ねてんの？みんなでご飯って言ってくれなかった。嫌だった。やっと出てきました。ごめんなさいね。皆さんじゃあね、しょうがないんでね、もう一回聞いてみましょうか。カビ君はご飯だと思う方。じゃあ次行こうね。やっと帰ってきました。はい、では次第4位です。どっち派？カビこれ何するの？聞くの？また聞くの？またすねない？またすねてどっか行くんじゃないの？行かない？あ、そう。じゃあちょっとしょうがないから聞きますね。なになに？これ聞くの？朝ごはんはパンかご飯か。じゃどうでもいいですね。これね、どうでもいいです。お風呂はシャワーか、お風呂かどっちか。いや、これもどうでもいいね。カミちゃん、これ聞かないとダメ。カレー、あ、そう。カレーは甘党か辛党か。カミちゃん、どっちなの？甘党。あ、一緒だね、一緒だね。一緒一緒。はい、甘党の方。はい。はい、辛党の方。あ、辛党の方が多いですね。カミは甘党。さっきのお母さん、甘いカレー作るんですね。こっちですね、何もないよ。シール、お母さん来たことはないで、じゃあ次行きましょうか。何何？あ、ありましたね、もう一つありましたね。角砂糖か黒糖だったらどっちが好きですか？角砂糖。はい、あら、黒糖。そうよ、黒糖の方が体にいいのよ。何、カビは断トツ？断トツ角砂糖。5個？ダメダメ、いつもダメなの。ジュース入れないよ。でさっきお母さんもやってた。断トツ角砂糖、いっぱい食べるんだ。あ、そう、最近好きなのね。あ、そう、見てください、この通りです。そんなもん食べてるからこんな太るんですよ。本当にね、見かけにしてください。本当に最近気にしてるの。お腹ね、ちょっと太ってきたのが気にしてるみたいです。そうですよね、さっきのお母さんもちょっとね、ちょっとそうでしたけどね。ね、何、お母さん、お母さん、あ、そう、お母さんいるのね。来てないよ。そうですね、まあちょっと気にしてるみたいですが、次に行ってまいりましょうか。はい、